ありがとう。助かるわ。はあ、ようやく客足も普通になったな。そやな、もんじゃせんべいって人気あるんやな。白石、二人とも今のうちに休憩に入ってくれ。ええんか。あ、一時間ほどしたら戻ってくれ。了解や。ほな、ちょっと他の模擬店でも見て回ろうか。し、お、たこ焼き屋とはベタやな。ベタで悪かったな。おう、ケンヤのいとこやん。ここ標定の模擬店か。その言い方やめへん。俺のいとこがケンヤなんや。逆や逆。お前ら二人仲ええんか悪いんかわからんな。で、たこ焼きは買うんか。おお、そうやったな。二つもらうわ。ん？どないした？納豆やで？ああ、思い出したわ。自分あの時の子か。すまんかったな。ガクトのアホはあの後きっちり締めといたから。これ、納豆入りなんか？安心せ。これは俺がちゃんと焼いたもんや。変なもんは入ってへん。安心したわ。納豆は嫌いやないけど、たこ焼きには合わんからな。たこ焼き二つやったな。大きに、400万円や。おお、安いな。ほな、500万円な。毎度、100万円のお釣りや。ああ、懐かしいやりとりや。そうやな。こっちやと誰も乗ってけへんし。ところで連れのお嬢さん、さっきからポカーンとしとるで。あ、し、すまんな。ついて来られへんかったか。大阪やと普通やけどな。けど、どっちかっちゅうと、おっさん臭いやりとりやな。駄菓子屋のおばちゃんとかな。おっさん臭い言うな。傷つくわ。よう言うわ。ところでその子、確か山吹の運営委員やんな。自分なかなか綺麗な足しとるな。こらこら、人のもんに手出したらあかん。冗談や。お前が言うと冗談に聞こえん。行くで、し。ふん、やるやん、白石も。なんや、おもろそうやな。四天王寺の白石か。お、立会の皇帝やん。ええ、立会の模擬店か、ここ。そうだ、やっていくか。これテニス部の人間には簡単すぎんのとちゃうか。まあ、全国大会に出場するようなテニス部であれば、そうだろうな。俺がやってもおもんないし、し、やってみるか。俺が後ろからサポートしたので、手取り足取り。タルンドル！脅かすなや、真田君。たとえゲームといえど、そのような不埒な行為、この俺の目の黒いうちは断じて許さん。冗談やんか。ほんま、頭固いで。ほな、別のとこ行こうか。自分のおかげやで、し。そんなことないて、自分がいろいろと手伝うたり、アイデア出してくれたからや。ああ、これで学園祭も終わりやな。短い間やったけど、楽しかったね。
し、踊らへんの？迷うことあらへん。俺がエスコートしたる。ほら、行くで。はい、右、右、左、左。うまいうまい、大したもんや。ま、そのために必死でステップを覚えたんやけどな。ああ、気にせんで。続き続き。はい、上、上、下、下。左、右、左、右。しもた、思わず笑いに走ってもた。ま、可愛い笑顔が見られたから、結果オーライやな。照れんで、ええて。ま、照れた顔も可愛いんやけどな。からこうてるつもりないんやけどな。そうやな。そうやな。あのな。なんちゅうか、その。あかん。うまいこと出てけ。なんや、頭の中が真っ白や。パーフェクトな告白セリフ考えとったのに。しもた。かっこ悪。ちょい待ち。かっこ悪いけど、ちゃんと言わせてな。俺な、ち、めっちゃ好きやねん。最初はな、からかいがいのある、おもろい子やと思っててん。そやけど、運営員として、真面目に頑張っとる自分を見てて、だんだん惹かれていったんや。そんでな、気がついたら、めっちゃ気になってしもて、いろいろからこうてしもたけど、その度に、好きになっていったんや。俺と、付き合うてくれへんか。自分しかおらへん。それで、返事は？そうか。ありがとうな。俺、大阪に帰らなあかんけど、離れたない。このまま連れて帰りたいくらいや。明日には一遍帰るけど、全国大会始まったら必ず連絡するから。電話してもええか？毎日でも？電話代、えらいことになりそうやな。もう一回言わしてくれ。し、好きや。ほんまに。